寒い。もう春なのになんでこんなに寒いんだ。夏になってもずっと寒いままかもしれませんよ。え？そんなわけないじゃん。それがあるんです。なぜなら地球は今ミニ氷河期に突入しているので。ブラックチャンネル。ミニ氷河期？学者の研究では2030年から始まる第26太陽周期で太陽の活動が著しく低下すると予測されていましたが、もう始まっちゃったみたいですね。じい、軽く言うなよ。世界が凍るってことは、この世界はもうすぐ凍っちゃうってこと？いえ、あくまでミニですから。ちなみに今から350年ほど前、日本でいう江戸時代の頃にも同じ現象が起きていたそうです。なんだ、氷河期って言うから生き物が絶滅するのかと思ったよ。ところでサトシ君、江戸の四大飢饉って知ってます？社会の授業で聞いたような。農作物が取れずに大勢の人々が飢え死にすることですが、このうち3つはミニ氷河期による例外のせいだと言われています。同じ時期、ヨーロッパではペストという感染症が大流行しましたが、これは飢えたネズミが人里に降りてきて感染を広めたと言われています。さらにアイスランドでは周りの海が凍りついて貿易や漁業が立ち行かず、人口がほぼ半分になったとか。やっぱやばいんじゃん。対策。まあ今は昔より食料の保存技術や医療が発達していますから。だよね。世界人口80億人のうち死ぬのは20億人くらいで済むみたいですよ。4分の1かよ。じい、何か対策方法はないの？少ない食料とエネルギーでできるだけ長く暮らせるように省エネを心がけるくらいじゃないですか。それ俺一人でやっても意味ないじゃん。ねえ、ブラックならなんとかできるでしょ。それはまあ。でも俺ちゃんの悪魔的な力で地球の運命を変えてしまうというのはあまり良くないので。そんなこと初めて聞いたけど。それに鬼ヤバ動画の匂いもして楽しみだったりします。そんな状態で誰が動画見るんだよ。それは一理ありますね。じゃあこんな契約はどうです？ゴニョ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 。じい、そんなこと。どうするんです？わかったよ。ディール。30年後。世界中で慢性的な食料不足が叫ばれていますが、我が国の食料自給率はついに 20% を下回り、困ったわ。スーパーに行っても食べ物がないし。俺出かけてくるよ。また動画の撮影？こんな大変な時に。行ってきます。来週はいよいよ凍った富士五湖でスケートしてみたの撮影ということで、今からこの凍った池でスケートの練習です。ふぅ、今日の動画も無事に完了っと。お疲れ様です、サトシ君。じい、ブラック、サトシ君の動画いい感じで炎上してますね。今日も生配信中に批判コメントが次々と。この間はネットニュースで令和を代表する不謹慎 YouTuber とか言われちゃったよ。かっかっか。そうですか。ねえ、あの契約本当に。クマ？おやおや、しかも相当お腹が空いているみたいですね。カメラちゃん、いい家を逃さないようにお願いしますね。じい、うわあ、助けて。This is エンターテイメント。ご覧ください、今私の上には実に999日ぶりの太陽光が当たっています。突如として太陽活動が復活した原因は未だ分かっておらず。たくもう、人工太陽が作れるなら早く出してくれればいいのにさ。ブラックボールです。太陽と等しい熱量を集めるのはサトシ君の仕事。そういう契約でしょ。おかげで俺は30年間炎上動画をアップし続ける羽目に。お母さんにも怒られるし、友達からも冷たい目で見られるし、めちゃくちゃ大変だったよ。かかか、
太陽をもう一個作るんですから、それくらいの苦労は当然でしょ。悪魔だ。はい、悪魔ですが何か。とにかくこれで地球は救われたんだよね。はい、ブラックボールは低下した太陽活動を補う第二の太陽として燃え続けます。サトシ君が今まで撮った動画の分だけね。なかなかいいオチになりましたね。じぃ、ブラックチャンネルをご覧の皆さん、オレちゃんのツイッターチェックしてますか？なんとあの名探偵コナン君がブラックチャンネルに出演決定です。 YouTube ショーで起きた大事件の謎に迫ります。乞うご期待。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。